久保さん。久保さんはすごいですね。ナチュラルに発信して、あんま考えてないと。まあ僕もぶっちゃけあんま考えてないっちゃ考えてないですけどね。もうその空気のレベルになってるので。うん、ただまあ久保さんと僕が圧倒的に違うのは、やっぱりその、うーん、ビジネスを、うん、今現場でガリガリやってるっていうところで、ある程度考えていかないと、 僕の売り上げっていうのを、売り上げが上がらなかったら僕は生きていけないので <laughs>、久保さんは売れても売れなくてもどちらでもいいっていうね、この圧倒的な、あの、ポジショニング <laughs> になってるので、自由にまた発信できるのかなと。だから久保さんが一番最初、情報発信してた時に、商品を売らないと売り上げが作れないっていう状況感の時は、いろいろ考えてたと思います。どうやって速っ塾売ろうかなとかね。どうやったら、 あの興味性を引けるかかなとかねでもそれが多分染みついてねいまだにね帽子かぶったりとかいまだになんかねシャツあのアニメのシャツ着たりとか、まあ、別にそれはまあ普通になってると思うんですけどね、うん、だからまあ、まとめるとめちゃめちゃ考えてやってきたことでも、うん、まあ量をこなせばね別に普通になるってことですね当たり前になるってことです別に うん、まあ、どうやってセミナー集客しようとかね、何も考えずね、あの、ずっと売れるとかは、ね、ないですよ、うん。バックエンドもね、どうやったらバックエンド高いの売れるのかなって何も考えずね、売ることは難しいと思います。だ久保さんがね、すごいなと思ったのがね、やっぱプレゼン資料上手かったっすね。プレゼン資料の作り込みが。 そうあの一緒にセミナーやった時もね、プレゼン資料をなんかプロジェクター持ってきて、プレゼン資料をこうね、解説して、こう、まあ、総会職にこうつなげたりとかしてましたけど、うまいな、みたいなね。ちゃんとその構成がね、すごくうまいなっていうのをすごく感じましたね。であれ、全く考えずにできるかっていうと、多分無理ですね、うん。もし全く1ミリも考えず、あのプレゼンテーションできる、いや、そもそもプレゼンテーション作るのに何も考えず資料作れるとか、あんまなくないですかさすがに <laughs>。 さすがにないのでまあそれは久保さんしかわかんないですけどねまあ少なくても僕は考えて作ってたんじゃないかなとある程度どうやって最終的に落ちですよねどう興味性を出してどう打っていくのかっていうのをある程度考えて作ったんじゃないかなとすごいなと思いましたねあのプレゼン資料のあの解説うまかったですねうんうまあとりあえずその 行動量とか考える量も、ある一定をこなせば、もうあの、体に染み込ませるっていうね。だから、おとといか、なんかコンサルやってた時に、その、体に染み込ませるっていうのは大事だよ、みたいな話を、またこれしてたんですけど、本当ね、体に染み込ませるレベルまでやるっていうのがね、めちゃくちゃ大事ですね。で、そうすると、体に染み込んでるんで、これブログでも書いたか。ブログでも書いたんですけど、あの、ストレスがね、 なくなるんですよで。なんで継続ができないのかとか、あの、行動ができないのかっていうと、そのやることに対してストレスが発生するんですよ。要はやろうと思ってもできないというストレスなんですね。だから僕自身も昔そうだったんですけど、パソコンをやるって言っても、その、うまくパソコンを操作できない人だからここにストレスめっちゃかかるんですよ。やろうと思ってこうやりたいんだけど、どこをクリックすればいいのみたいな話で、でここでもパソコンぶん投げたいみたいなね、ストレスが発生するんですよ。だけど、そのストレスがフリーになると、 もうナチュラルなんですよね。うん。だからそのペーパードライ、ブログにはペーパードライバーとペーパードライバーじゃない話をしたんですけど、ペー,ペーパードライバーの人って、なんでペーパーかっていうと、まあペーパードライバーだから、こう、考えてストレスが発生するんですよね。ぶつけたらどうしようとか、怖いとか。乗らないから。で、乗らないから、どんどん乗らないから、もっとストレスがそこに発生するわけですよ。で、どん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 私ペーパードライバー、ペーパードライバー運転できないみたいになるわけですよ。 だけど、それも、ね、じゃあ、100歩譲ってね、運動神経が悪いとはね、なんかその、なんか本当に運転が苦手だったとしてもでしょ100万回ぐらい乗ったら、まあそんなことにはならないと僕は思いますね。うん、100万回乗ったらね。だからそれはね、どこの、どこの量までやればナチュナルになるのか、どこの量まで考えるとナチュナルになるのかは、それは人それぞれなんでわかんないです、これは。1万本やっても、 ストレスが発生する人もいるかもしれないですし、1万本やったら別に余裕になる人もいるかもしれないし、それは個人差はありますよ。ただし、一つ言えるのは、やっぱ圧倒的な、その、一定の、自分の、この、ストレスが発生する場所とストレスが発生しない、この局面までいけるかどうかっていうのは大事ですね。うん。だから、情報発信に関しても、ね、動画1本アップロードするのにストレスが発生してるはずなんですよ。動画ができない人っていうのは。 何話そうみたいな。まず話すネタどうしようみたいな。そこにストレスが発生してるわけですよ。でもそのストレスが発生しなければ、別に何,何も問題ないわけですよ。だってストレスフリーなわけですから。やりやすくないですか。だからよく好きなことで生きていくとはね、好きなことをやるっていうのは、なんで好きなことだったらできるのかっていうと、ストレスが発生しないんですよ。スト好きなんで。でも嫌いなことってストレス発生しません嫌いな人と付き合う。ねなんかその、上司嫌いだけどあの飲み会行くみたいな。 めっちゃ嫌じゃないですか。ストレス発生。うわ、ま、な、行きたくねえな、みたいな。ストレス発生するじゃないですか。でも好きな人と飲みに行くとかね、もはやもう楽しいじゃないですか。だからそんな続けられますよね。だから続けられる、続けられないの、この境目って、僕はストレスが発生するかしないかっていうね。うん。だから歯磨きに関しても、ちっちゃい頃はね、ストレス大爆発ですよ。これもブログに書きましたけど、最初ね、久保さんも多分、ね、 一番最初、あの、歯ブラシの歯磨き粉を口の中に入れられた時に、おぎゃーってね、今、ヤマトくんとかも一番最初、おぎゃーってない、今、歯磨いてるか分かんないですけど、多分なるはずなんですよ。それは、違和感しかないですよね。だって、口の中にあの歯磨き粉入ってくるんですよ。ね、なんだこれみたいになるわけじゃないですか。もう、異物でしかないですよね。だから、ストレスが発生して、うわーみたいになるわけですよ。ギぎゃーみたいな。だけど、それを数こなせば、数こなせばね、別に歯磨き粉を口の中に入れても何も感じ、何も感じないじゃないですか。もはや。 だからもう無ですよね。わかりますでも昔は歯磨き粉が口の中に入ると、なんだこれみたいになるわけですよ。だからちっちゃい頃僕はね、メロン味でしたけどね。<laughs> メロン味だったな。そう。今もある、なんかあると思うんですけどね。メロン味とかイチゴ味とか。うん。だからまあ、うん、なんで続けられないのかとか発信できないのかっていうのは、ストレスが発生するからであると。まあ他にも要因はあると思いますけどね。 でも、ストレスが発生しなければ、継続しやすいよね、と。うん。だから、できないことがあるから、やろうと思ってもできないから、ストレスが発生すると。でも、やらな、それをやり込まなければ、やれるようにならないと。つまり、やれるようにならなければ、ずっとストレスが発生し続けるとですね。うん。お金の問題もそうじゃないですか。お金が稼げなければ、ずっとお金の問題、ストレスに、えー、頭を抱える。<laughs> 結局はね、あの、 めちゃくちゃやり込むかやり込まないかっていうのはね、極論ですね、これね。はい、当たり前なんですけどね。いってらっしゃい。